I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. よし。
よし。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 どうしたの？さあ、行きましょう。よろしく、キリト君。
よし、よし。なんだ？よう。なんだ？なんだ？じゃあ。なんだ？なんだ？パパ。
なんだ？よう。なんだ。よう。Thank you.
よう。なんだ？なんだ？じゃあ。
なんだ。
Thank you.
し。レベルアップ。
なんだ？よし。攻略会議を始めましょう。どうかな。うん、分かった。頼むな。よろしく、キリト。それではボスの攻略に。
Thank you.
し。アクティベートしておいたわよ。ねえキリト君、下の酒場で期間限定のメニューが出てるらしいよ。見に行ってみない？なるほど、 NPC レストランにしては本格的じゃない。うん、これ美味しい。キノコのクリームパスタだよ。一口食べてみる？それじゃあ私もキリト君の一口もらっちゃおう。キリト君のも美味しい。限定メニューと言わずずっと置いてくれないかな。どうぞ食べて。あのお二人仲いいですね。当然といえば当然ですけど、ずいぶんと、まあ見せつけてくれるわよね。見ているこっちが恥ずかしくなるわね。アスナさんとキリト君っていつも、まあ、あんな感じといえば。へえ、まるで恋人同士みたい。まあ、結婚してますしね。結婚？私も初めて聞いた時は衝撃を受けました。結婚ね。何？別にお兄ちゃんなんじゃなくて、キリト君がゲームの中で誰と結婚しようが、私には関係な。おお、動揺しとる。パパとママは相思相愛ですよ。子供の私が保証します。パパ？ママ？お兄ちゃん子持ちなの？え、私いつの間にかおばさん？ほんと、びっくりしちゃいますよ。やっぱりレベル差がそれほどなくて、一緒に攻略進められる相手の方が有利だったってことですよ。それを言ったら、私なんて SAO にすらいなかったし。でも現実では、お兄ちゃんの病室でいつも一緒にいたんだよ。まあまあ、いろいろあるみたいだけど。あの二人の間に入っていくっていうのは、さすがに無理があるってものよね。私たちは私たちで、こうやって遠くから生温かい目で見守っててあげましょう。よくわからないけど、それが一番でしょうね。あそこに絡んでいくのはかなり疲れそう。シリカもいろんないわよね。いえ、いろあります。シリカ？私は大いに色ありありのマシマシです。
どうしたの急に。あんたバッカスジュースを飲んだわね。バッカスジュースはステータスではなく、プレイヤー本人の感覚信号を強化して一定時間運動能力を増加させるアイテムです。信号強化状態がプレイヤーに疑似的な酩酊感を発生させてしまうので、正式サービスには採用されなかったはずなのですが、このシステム異常でなぜかレストランのメニューに並んじゃってるのよね。そんなことより、私たち何のために76層にいると思ってます？なったからでしょ。違います、もう全然違う。だから皆さんは甘いって言うんです。この子手がつけられない。受け身の姿勢でいても何も変わりません。もっと攻めなきゃダメですよ。花の命は短いんです。私行ってきます。どこ行くってのよ。キリトさんのところです。え、おかえりなさい。クリームパスタ美味しかったです。なんであんたも食べさせてもらってんのよ。そうじゃなくて、キリトをかっさらってくるぐらいのことをしに行ったんじゃないの。敵が硬くて攻撃が通りません。まあだよね、キリトのやつかなーり鈍いから。皆さん、私たちはこの世界に数少ない女子同士、みんな仲良くしましょう。よしよし。はいはい。なんか納得できない。ママもみんなもずっと仲良しでいましょう。お兄ちゃん、ちょっと興奮しちゃって、ゲームの中の宿屋で本当に寝るなんて。この世界でずっと生活を送ってきていたんだよね。なんていうのかな、 ALO とは街の人たちの空気が全然違う。生活感があるっていうか、ログアウトしないでゲームの中で暮らすってこういうことなんだって感じ。連ねる最強の戦士、黒の剣士として、なんかお兄ちゃんとは思えないな。ううん、嬉しいの。ゲームの中とはいえ、お兄ちゃんがまた剣を握ってくれてて。でも去年の全国大会でベスト8に入ったんだよ。高校だってそれで推薦もらったんだから。取り上げられてるよ。
何人もの研究者さんがナーブギアの解析を試みているそうなんだけど、やっぱりそうだよね。このゲームの中にいたら実際に被害が。元気だよ。仕事で忙しくても時間を見つけてはお兄ちゃんのお見舞いに来てたんだから。当然だよ。お母さんも私もずっと心配してたんだからね。そばにいるのに、触れることだってできるのに、お兄ちゃんはそこにはいな。だからね、なんか夢みたいなの、お兄ちゃんと。他のゲームで遊んでたら突然。お兄ちゃんは何でもお見通しか。このアバターが ALO のものなのは本当。でもきっかけがないっていうのは嘘。私ナーブギアを使ったの。友達が隠し持ってたナーブギアを借りて、そして SAO にログインしたの。だって私悲しかったんだよ。目を覚まさないお兄ちゃんを見てて、他の病室の SAO プレイヤーは一人ずつ亡くなっていって、次は鬼病室のドアを開けるのがいつも怖かった。私たちは家族なのに、一緒にいるのが私、何もできなかった。ただお兄ちゃんのそば、そんな生活。だから私、SAO に来たの。お兄ちゃんともう一度話すために大切なものを、もうに。これからは、一緒にいてくれるよね。私を置いて、どこかに行っちゃったりしないよね。ごめん、困らせ。うん、お兄ちゃん、あのね、もう一個だけ、もう少しだけ、こうしていちゃ。だけだよ。お兄ちゃんは知らないでしょうけど、向こうの私はもう立派な。いや、驚
は言ったけど、それはさすがに。見てるだけじゃなくて一緒に。